せーの、ラグーン。 What's great, Kosuke? まあ我々日系アメリカ人ということで、日本人とアメリカ人、まあ両方入っているという認識です。そういった中に日本語と英語も話せると思うんですけど、この中に一人だけ怪しいやつがいます。一人か、一人だけ俺か、怪しい俺らしいよ。もう多分皆さんお気づきだろう、もう過去の動画とか見てると、まあテストで 2.5 点取ったりもう変ななんか片言のカタカナのテロップとか入ったやつがいるんですよ、このグループには。そう、うちのメンバーの元くんが、まあ日本語がものすごい怪しいと、ちょっと今日は元にちなんだ企画を持ってきました。本日やる企画は、元ならなんていう穴埋めことわざクイズ。僕が事前に元くんに穴埋めのことわざの質問をいくつかしてきました。なるほど。はい、あのブランクにした状態で元に聞いて、そこを元がまあ答えてきておりますと。なるほどね。そこの答えっていうのを今回皆さんに当てていただきたいということです。元が何を書いたかっていうのを予想して当てるっていうこと。おっしゃる通りです。正解ではないです。正解かもしれない。そうそう、元が正解だったら正解が答えになる。はいはい、はい、ってことは元がその書いてきたのを俺らが当てるってこと。言ったよね、さっき。ユージが言ってたよね。まあ形式としては、まあ回答をまあ VTR で撮ってきたので、それを皆さんに見ていただいて、まあぜひ元をバッシングしていただきたいというような。なるほど、ね、はい、そっちが、はい、ぜひどんどんもう厳しく言ってやって、成長しないで。まあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、はい、それではやっていきましょう。 Let's Groove The Groove。 はい、ということでやっていきましょう。皆さん準備はいいですか。はい、イエス。じゃあ早速第1問からいきたいと思います。頭隠して丸〇、これはいけるでしょ。いや、知ってると思うよね。いや、俺も知ってると思うんだよな。Can I just say, I was very young when I took this. I was very young. I'm much more wiser now. 私の…いや、知らないでいこう、俺は。元は。でも、これ、元が好きな言葉だから。皆さん、いいですか。じゃあ、いいですか。はい。じゃあ、皆さん、回答をどうぞ。せーの。バーン。頭隠してくしゃみする。頭隠して外に出る。頭隠して尻隠れる。おお、いろいろ出ましたね。おお、ありますね。いや、なんでそう思ったか。いや、なんか頭隠すっていうこの動作の後になんかすることが、やっぱアメリカ人はくしゃみするっていう。ああ、まだそう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 。じゃあ K は。俺は多分尻隠れずっていうのを、まちょっと間違いそうだな、語尾をみたいな。ああ、なるほどね。予想結構信じてくれてる。うん、これはさすがに分かるんじゃないっていう。ちなみに正解は、じゃあ K さんちょっと言ってみてください。本来のことわざの。頭隠して尻隠れずでしょ。え、違うな。え、ユウシちゃんと教えてあげてください。頭隠して尻隠さずですよね。隠さず。え、K、ブレる、ブレちゃう。お前が間違えた、ブレちゃうから本当頼むよ。マラキー、K は信じてくれてた。このユウシの解説は、これを絶対もう間違えて、当てていいから。いや、もう無理やった。ちなみに俺、これ結構全部、結構真面目に答えとしてた。うん、一切、もっとはふざけて答えて。ふざけて。なるほどね、頼むよ。では、回答です。頭隠して何々。いきなりわかんない。わかんないんだ。頭隠して、あの頭隠してお尻も隠す。じゃあ正解は、頭隠してお尻も隠すでした。お尻も隠す。これ惜しくない。惜しいよ、めっちゃ惜しい。惜しい、惜しいよ。だから逆にこの二人は一切信じてない、元のことを。こういうことだから、その覚えてるんだね、一応。そのなんとなくやっぱお尻っていうキーワードが印象に残る。そう、元は基本的に尻のことお尻っていうじゃん、いつも。これ正解。じゃあ計 0.5 点あげる。おぉ、マジで。 0.5 点あげます。もう止まってるところが最高なんだけど。表情めっちゃドヤ顔じゃん。まあじゃあこんな感じでどんどん行ってみましょうか。はい、はい、じゃあ次行きます。ラグーン。カッパの〇〇。
OK、皆さん、回答は出揃いましたでしょうか。はい、はい、では、カッパの〇〇、皆さん回答をどうぞ。はい、あカッパのお皿を割るひでえ、カッパの皿に水あげよう。俺、カッパのキュウリって書いてカッパのキュウリ、すごい。え、ちなみに、本当のやつ、春月はあ、じゃあ本当のやつ書いてさっき分かってるって言ったから俺分かる。ちょい、お願いします。俺、いいの？カッパの川流れ。正解です。分かる、正解です。ちなみに意味は？意味は知らん。意味知らない意味知らんの？意味は知らない。なんで？多分もっとカッパのこの上の部分のことさらっていくこと知らない気がするんだけど。俺もそう思った。そういうこと？俺実はそう思った。頭から聞いてない。いやいや、いや、もっとは多分分かんなくてもことわざっぽくはしようとすると思う。そうだよね。ちゃんと意味を与えて。そう。逆に聞くとどういう意味なの？じゃあ自分なりの意味は？俺なりの意味、カッパのキュウリ。じゃあちょっと答えを見ていきましょう。カッパの何々。カッパの何？カッパの何々ってヒントがないな。カッパの悪知恵。答え、カッパの悪知恵でした。皆さん、全然笑ってません。なんでよ。考えれば分かるでしょ。分かんない。もう待って、毎回ちょっとやってくれ。これ、俺、これなのって顔してるよ。一番難しい今までのクイズの中で。意味を知りたい。早く知りたい。なんか自分の勝手なアニメとか漫画で読んでる感じのイメージだと、なんか活発で、なんか頭いい、なんかおはけてるからっていう。すごいね、独創的だった。すごいところ多すぎた。どのアニメでカッパが悪役だったのかまず気になる。そうだそうだ。キュウリだったら面白かったな。いやね、それワンチャンあってる、ね、その残りの尺がなくなるにつれて、やべ、これワンワンだ。キュウリだ、キュウリだってずっと思ってたんで。確かに俺もそうそう、短くなるにつれて、あってんじゃねえって思ったもん。グー。チリも積もれば何々。いや、これはさすがに、いや、俺はね、あの元の正解が楽しみっていうよりね、正解行った後の元の顔が楽しみ。心の元の顔が最後の。じゃあ OK、皆さん書けましたでしょうか。はい、はいはい、では皆さん、回答をどうぞ。じゃあ、バン。チリも積もれば山になる。ね、チリも積もれば山となる。あ、俺山になった。なるほどね。じゃあ皆さん、山はさすがに出る、ゲットできるかと。正解するんじゃないかなと。勇者じゃ信じてると思うと。信じてます。もうこれはさすがに分かるだろう。俺もそう思ったけど、なんかちょっと語尾でいつもちょろっと変えるのが元だなって。まあ確かにね、確かにそういう傾向あったもんね。うん。じゃあ回答の方を見ていきましょう。チリも積もれば何々。はい、チリも積もれば、これ分かる。チリも積もれば、積もる。積もる。はい。はい、皆さん不正解でございます。不正解です。チリは積もったら積もるんですよ。山ではなんないです。積もります。チリが、チリが積もったら積もるの。これ知ってるんだよ。からの答えじゃないよそれ。頭の中で多分分かってたんだけど、多分言葉に出た時にね、多分緊張しちゃった。私のハート、これ文章的にやばいよね。当たり前のこと言ってるもん。チリが積もったら積もるって、それは積もってんだから積もるだろうって。皆さんしっかりしてください。今のところ K が 0.5 点で勝ってますよ。ドロシェ、しっかりしてください。わかっちに行ったよ。ついて、そうだよ。じゃあ次行きます。はい。何々は爪を隠す。絶対知らないだろ、もっと。俺も知らないやつが出てきた。お、俺も俺知らないな。やばいな。一人だけひらがなが書けない。嘘でしょ。お前からひらがな取ったらもうひらがな何も残らない。何も残らない。OK、皆さんいいですか。はい、はい、では、回答をどうぞ。はい、1本シンプルにこれ。
猫は爪を隠す。あ、かわいい猫は爪を隠す。猫は何分かんなかったの。猫かぶりか、俺女性はって書いた。女性は爪を隠す、そのままね。うん、すごい、ここ二人なんか考え方一緒だね、逆に。考え違うじゃん、元に寄せてくれる。これ0.5 点取ってるぞっていうのをちょっとなんか見せてみましょう。気に入らないな。じゃあ回答も出そったんで、はい、見ていきましょう。いや、あるんじゃない。ちなみに、ユウシ、本当のことわざの答えは、ノーアルタカ。そうです、ノーアルタカは爪を隠す。ノーアルタカ、ノーアルタカじゃない、タカ、ノーアルタカじゃない、ワンオクのタカじゃない、タカじゃない。そう、だから意味としては本当に、まあ、スキルを持った人っていうのは、まあ、偉そうなことを言ったり、まあ、むやみに自分の能力をみんなにウェイとかやらないっていうこと。ああ、コウスケとは真逆の意味の。違うんだよ、違うんだよ。俺もすぐ出さないから。爪がそもそもないから。まあでも、脳がそもそもない。バカやな、めちゃくちゃ頭いい。めちゃくちゃ頭いい。めちゃくちゃ頭いいから。いくよ。じゃあ、回答を見ていきましょう。何々は、爪を隠す。何々は爪を隠す、爪を隠す、隠し、あー、なんか忍者は裏の裏を読むみたいな感じだけど、なんか手札を見せないような雰囲気だと思うんだけど、意味はね。で、実際のじゃあ言葉は多分忍者じゃないから、必殺奥義は爪を隠せ。どういうこと。必殺法には爪を隠せでした。皆さん不正解です。もっとこれは何、どういうこと、意味わかんない。まあ、なんか最後の奥義はなんか最後まで取っとくみたいな感じの意味です。なるほど。あの爪は技ってことね。そう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 、爪を隠すっていう技の名前じゃないんだね。くらえ、爪を隠せ。いやそれは出てこんな。難しすぎ、うん、当たる気しない。皆さんしっかりしてください、本当に。でも分かった、俺パターンが分かった、元の。分かったでしょ、分かったでしょ。じゃあ、行きます。次の問題、仏の顔も何々。元のことわざ分かる人いない感じ、これ。これは元は分かる、分かる、分かる。あ、じゃあ、海拓、まだ1個も答えてないから。さっき答えてない。答えたっけ、答えたっけ。なんなら俺かもしれない。答えない。仏の顔も3度まで。ああ、そう。どういう意味？いや、なんか仏でもマジ3回ブチ切らしたら怒るぞみたいな。3回ブチ切らしたら怒るってこと。みんなならワンチャン優勝できる確率ある？ありますね。1問でも正解したら今のところ優勝できる。じゃあ皆さんよろしいですか。はいはい、回答をどうぞ。はい、はい、仏の顔も笑ってる。呼んでいる胸の音。これは三度まで。信じたと。あ、信じた。綺麗って感じ。顔が綺麗。頼む、信じてるよ、元。仏の顔も何々。ただ24秒もある。顔も意味は多分仏な、すごいなんか優しそうな人でも多分たまにはうざく感じるよみたいな表現だと思うんだけど、言葉が仏の顔も出る出る出る、千年まで。あげよ、わかった、あげよ。めっちゃ怒らないから。ちゃんと仏だった。めっちゃ怒らないから。あ、優勝惜しかったけど。惜しくねえ。みんなちゃん正解なんだよ、なんなら。ユウシ、残念でしたね。信じた結果。もう信じない。もう信じる余裕もないから。じゃあよろしいですか。はい、もう残り数問ですよ。いきます。三人寄れば丸々。絶対知らないでしょ。え、元のはユウシとケアわかる？なんとなく。え、じゃあケア、なんちゃらの知恵みたいな。あ、そう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 、文字、文字の知恵、そう。さっきよりは必殺奥義も出る。またナルト連想でさ、こうやって、そう、ラスが。して3人の人は。はい、では、3人寄れば。会長、どうぞ。じゃん、力持ち。3人寄れば2人よりいい。知恵を絞る。おお、なんかそれぞれ違って、なんか元っぽいっちゃ元っぽいも、確かに、うん、結構あるね。なんか
縁の下のなんか力のあるね、あるよ、はい、あれとミクセンのマッチしてると、またお前ミクセンのマッチしてって思いすぎじゃない？元のこと全部ミクセンのマッチ、元は絶対ミクセンのマッチするって知恵っていうワード思いつくけど、なんか他が出てこないから、まあ、知恵を絞るってなるのかなみたいな。初耳ワード。だけど、ミクセンのマッチなんかあれっぽいよね。うん、なんかぽい、っぽい、元っぽい自分で分かってる本人公認では、行きますか見てみましょう。三人寄れば何々。三人寄ればこれも知ってるやつ。来た。これ多分なんか棒が一個あっても一個はすぐ簡単に割れちゃうけど、っていうこと棒あればもうなんか割れないみたいな雰囲気で、多分三人いれば知恵が知恵か多くなる。正解は知恵が多くなるでした。わあ。知恵は絞りません。惜しかったー。知恵は絞らないです。踏めます。知恵は。俺もでも考察はほぼ合ってたね。知恵まではね。0.5 いいんじゃない。0.5 上げません。あれ上げません。グー。はい。しかもラスト。一問でございます。でも最後に分かればいいよ、ね、もうでも最後に来てみんな寄せられるようになってきたから、はい、やっといけるよ。いやー何点ボーナスポイント入るこれ。いや関係ないこれボーナスポイント入ります。入ります。1点で優勝なんだよ。もうラスト1万点あげます。すごい1万点です。当たれば可能性はい視聴者も多分1人もまだ当たってないから。1人も当たってない。視聴者も多分ワンチャンあるから。いける0.5 点から逆転ですよ。当てれたらね、ぜひコメントに書いてください。いけた、これ当たりましたってね。じゃあ、最終問題いきます。はい、はい、かわいい子には〇〇。じゃあ、ゆうし、答えだけ最初に教えてください、皆さん。旅をさせろです。そうですね、旅をさせろか。はい、すごいね、聞いたことあった、ね、ユシ全部わかってる。はい、皆さんよろしいでしょうか。はい、では最終問題、可愛い子には何々、回答をどうぞ。じゃじゃん、当てる。お、お、旅をさせよ。お、可愛い子には僕が声をかける。ただのナンバー。宝石をあげる。あのワンちゃん指輪っていう可能性もあるかなって、なんかプロリンガーネとかさ、あおちゃんと理由があるね。そうそうそう。で帰って最後の最後、信じてみようと。信じてみようと。なんでさせようか。カタコだね。カタコだね。旅をさせよう。させよう。はい。では果たして最終問題、皆さん回答は合っているでしょうか。VTR 見ていきましょう。可愛い子には。これ言葉するじゃないでしょ、絶対。かわいい子には、かわいい子には、まんじゅう。かわいい子には、まんじゅうです。皆さん全員、不正解でございます。ふざけんなよ。どういう意味なんだよ。いや理由はね、まあ、花より団子みたいな雰囲気のノリで。ふざけんなよ。可愛い子にはまんじゅうってやばいな。どういう意味。はい、というわけで皆さんお疲れ様です。お疲れです。いや、どうでした皆さん。クソ、もう見事にすり抜けるよね。むずすぎる。マジですっきりしない。いや、謝りたいのは本当に、チリは積もれば積もるわ。これはね、本当に謝りたい。あれは多分自分だけ言えて、あれめちゃくちゃ面白かった。あれは、あれは謝るか。そのほうがそのほうが無理。結果発表。計 0.5 点、おめでとうございます。接戦、おめでとうございます。接戦、接戦、大接戦だった。0点、0点、0.5 点、1点も取れてない。頑張ったよな、頑張った。最後の最後まで何が起きるか分かんない。もうでも奇跡と呼んでもおかしくない。間違いない、間違いない。間違いない。誰も元をしっかり理解できていない。これはまあメンバーとしてちょっと課題ですよ、完全に。はい、この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散、お願いします。はい。
ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。 See you. バイバイ。Your face, even all your clumsy ways. 24年ぐらい知ってるけど一言しか当てられなかったっていう知り